どうも、コメントのシプです。今回はですね、以前リリーチャンネルの金村さんの方でうちのゴブリンズのマー君がね、対談、迷える子羊みたいな対談のライブをやってたんですよ。その時に一緒に来てたバンコーチ、めちゃくちゃリメインうまい、しかもめっちゃ強いんでしょ、うん、うん、で僕いくら考えました、バン君の動画を今から僕見ます、うん、それがほんまに僕にできるのかどうかっていう丸パクリ企画をしていこうかなと。今更ながら裏面を学ぶと、うん、あの初心に変えることですごい大事だと思うんですけど、うん、今回は裏面ちょっと振っていこうかなと。おうおう、で悪いとこといいとことなんかいろいろ言ってる分言ってくれてるみたいなんで、うん、まあ僕も学んでいって、うん、で最近始めたそうなんで、うん、まあ、実力は問題ないし、うん、まあちょっとここが苦手だっていうだけで、うんうん、もう間違いないんだよ。だってクラブ選手権とかも優勝してる。おー、はいはい、チームゼロ、うん、うん、バカ強いよ、うん、いやいや、もうほんまにうまいよなあ、動画見てても。あ、チームゼロなの。チームゼロ、島村くんとか。俺的にはちょっと待っとったぐらい。あ、ほんまに。あ、みんながあの、うん、天の動画で裏面とかこう天髪とか動画で出してるじゃないですか、結構、うん、待ってました、僕は。その動画を僕は見て丸々パクっていくっていう。あ、なんかそうやるんか、あ、わかりましたってやっていくっていうスタイルでやっていこうかな。テンパジンズ創始者が丸パク技術を、はいはい、あかんすか、勉強やから いくつになってもね、そう勉強って学びですよ、大事、はい、うん、パクリとかそんな人気の悪い、うん、みんなそうでしょ、 YouTube 見て勉強する、そう一緒、はい、気持ちは一緒、はい、YouTuber になっても一緒、一緒です、うん、はい、まあ、今からね動画見ながらちょっと実際やっていきます。まあお相手は親店長なんですけど、うん、はい、ちょっとやっていきながらサクッと切り読んで頑張って切り読んで、また切るんで、はい、まあ、よかったら、ね、見てください。はい、じゃあシェイビングどっから、あ、落としながらいけるの、一緒に見る、見る、一緒に、こんなんある大丈夫まだ、ながら今回は何、裏面を安定させるコツ、わかんない、聞こえへんからちょっとアウトローやな、バン君ってあ、本人も言ってて、自分の強みは何ですかっていうところでギャップって、見た目はこんなんやけど指導してもらうとハートフルな感じっていう。 あ、今いいこと言ってるわ、あなた、ちょっと携帯置いて。バン君って言ったら失礼やからさ、やっぱりバンコーチって言わない、バンコーチ、うん、はい、バンコーチお願いします。あ、髪切れた。まずバンコーチがおっしゃってるのはボールを横に取るなと、はいはい、いうことですね。体の、はい、体の正面で取れって、うん、取れとは言ってないけどね、取った方がいいですよっていう、体の横と正面でやってみるわ、うん、横なんてできるかな、横、横から行くか、よくないねんな、まあ、たまにいけるよな、まあまあ、リメー始めたてやとどうしてもあの面がまっすぐ向かへんから動かすために体の横までラケット持ってくるしかないっていう状況があるかな、うん、正面、正面、はい、こう、こう、こう、あー、まあまあ普通やな、てかもう普通やな、え、こう、こう動かなあかんの、それはやっぱりある程度体の正面で捉えられるように意識した方が安定するやろ。あー、なるほど、 OK。次、二つ目、手首を内側に入れた状態で固定する。固定しとったらいいんや、俺は。そうです、手首をちょっと内側に入れる。はい、OK、 はい、うん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 、やりにくいな。あ、じゃあ、でもこのやりにくさが大事なんでしょ、最初は。最初はな、うん、じゃあ、手首使う、手首使ったら、いや、そんなに使ってないと思う。でもね、引いた分が戻るとこまで使ってる分は全然いいと思う。開くぐらいまでいってるのは良くないと思う。あ、俺のは OK なんですよ。やだやだ、内側に巻き込んだのも、まあ、頑張って多分こうやってるけど全然見えてないよねこうな、こうこうこう、手首返すまでいかなかったら全然大丈夫。返すってどういうことや。極端な例で言えばファーハオ、ファーハオできるってこんなやつおらんって、おらんな、うん、だからまあやりすぎが良くないと、うん、オッケー、この手首を内側に入れて、内側に入れた状態で、う
まあ、分からなかったらあのバンコーチのチャンネル見て。本来そっちで説明していねんから次は肘を床の方向に向ける。下か。下か。下か。ある例からいくわ。うん、もうそんな締めたら編集しなあかんからしたくないの俺は。これが悪い例。肘上がってると。おるかこんな。上げすぎなんか俺ちょっと。うん。誇張しすぎた。これがいいか。これがあかんの。脇開きすぎて肘こう開いてるやつがあかんの。タイミングも遅なるしな。ああなるほど、ね。じゃあ肘を下に向けて。うん、こう引っ張ってくる、使わずにこうこうで正面取る、ああ正面取る、これタイミングも早くなるしな、ボールの上取られるようになる、なるほど、これが正しいってこと、うん、ああなるほどな、これで現代的速さに慣れていってるんだ。四つ目、大事なこと、スイングの方向、大きさ、まあこっちに行くかこっちに行くかこっちに行くかみたいな話でしょ。ちょっと右に振りがちやしな。あ、なるほどね。あ、じゃあ、右がちっちゃくね。そうそう、はい、少し前方向、はい、こう、こう前にしっかり押し出す、うん、なるほどね。こう前、あー、コントロールつけへん俺、うん、こうか、こう、こう、こう、うわ、うまくなってきた、いい動画や。平行、そうやな、地面を本格的に入れていくんやったら平行足の方が、ほら、うまかったもん。ナイス。うわ、なんていうチャンネル、バン卓球チャンネル出てっけ、いいチャンネルやな。こうか、変で地面する人は持ってこいよね。確かに、うん、こうか、え、これ左足は前があかん、あかんのじゃよくない、左足が前やったら多分真正面っていうのが取りにくくなる。あ、なるほどね。だから平行しなかったのか。うん、うん、逆に言ったらもう地面振るだけやったら右足前でもいいぐらいだけど、フォアがやりにくいから真正面で平行足、気持ちとこう動かなかったね。あ、ここおる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 やん、ちょっとこの辺だし、それでこっち行って、うん、こうやってこうおるやん、反応っすよね。こう出してこうか、そうそうそう、ちゃんとめっちゃいいじゃん、その足ってめちゃ大切やねんな、おっさんになってからのこの一歩、うん、ほら、まあ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 こんな感じですよ。なるほど、こうか、こうこうこう、あ、手首引き出してきた、え、手首じゃなくてこう軽く前に押し出すだけっていう、前に押し出すイメージですね、スイングがコンパクトに。なるほどな、おさらいしたら、おさらいしよう、おさらい、おさらい、体の真正面で捉える。フリーハンドは？フリーハンドは片手だけ使いを押してた。普通にじゃあこうやってるのに対してこうバランス悪いから。え、フリーハンドはどこよ？一緒のぐらいの角度、角度で。どうぞ。バンって打たよ。手首を内側に入れて。入った入った入った。だいぶ入ってる。かなり入ってる。いつもより入ってるもん。はい。で、肘は地面を向いてるようにすること。肘の位置ね。お尻は？お尻は？まあもう軽く前傾ぐらいでいいんちゃうかな。あ、バンコーチですか？いや違う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 、正面、前に押し出すイメージ、手首は使わないで正面に取る、はい、で平行足、はい、いける、で手首あんまり使わない、しっかり前出す、あ、いい感じいい感じいい感じ、うまかった、来てる、でもどうしても人差し指が上がってしまう、お前めっちゃ動くな、いや、なこれな、親指も大事やな、実はな、まあこんな感じですよ。まあ、これちょっとパッと短くして1分ぐらいにするから。ということでね、まあ理念のやり方ですよ。安定、基本のバックハンド安定させるためにはっていう動画を見ながらね、実際やったんですけど、安定します。これ間違いないです。で、僕の実証分かりにくかったら、バンコーチのチャンネル見てください、これ。バン卓球チャンネル。バン卓球チャンネル。ぜひね、チャンネル登録、高評価、あとベルマーク。ベルマーク言ったことないで俺通知のやつぜひねやってください、はい、まあ次は違うペンの YouTuber の方とか、まあ、なんかコーチの方の動画ちょっと探ってきます、はい、ちなみに